というわけでツールオフ YouTube をなんと始めることになりました。はい、というわけで、ここはツールオフ横浜店になります。先ほど外からちょっとチラッて撮ってもらったんですけど、ここは店内になりますね。で、ツールオフ知らない？はい、あ、じゃあ一応ツールオフ知らない 0.01% の方たちに、ツールオフはどんなお店かということを、ご紹介したいと思います。でツールオフっていうのはちょっと、映ってるのを見てもらったら分かるんですけど、主に電動工具の買い取りと販売をいたしております。イメージしやすいのはブックさんの、電動工具、工具バージョンということですね。まあ、電動工具って言ったらどんな感じのものなのかなって言いますと、まあ、例えばこういうドライバー、インパクトドライバーで、こういう、はい、こういうものの買い取り販売をしております。で、電動工具の他にハンドツール、ラチェットとかレンチとかドライバーとかですね、回すやつネジをも買い取ってますし、あとは大工道具、カンナやノミなどの大工道具も取り扱ってます。あと例えばウォシュレットとか、インターホンの画面映すやつとか、そういうものも取り扱っていますので、皆様よければよろしければツールオフにそういうものを売りに来ていただいて、で、安くこちらから買い取っていただければなって思っております。で今日、私ちょっと遅れましたけど、自己紹介、これもしかしたらツールオフのこの YouTube の動画にたびたび出演することになるかもしれない小太郎と申します。よろしくお願いいたします。ですね、こんな感じで電動工具とかツールオフにまつわることをこれからどんどん動画でご紹介していければいいなとは思ってるんですけども、今日はまずはどんな風に実際工具を買い取っているのかっていう説明をできればいいかなと考えております。それでは買い取り説明動画へゴー。はい、じゃあ買い取りについて口頭で、あとテロップで説明させていただきたいと思います。ざっとまずは必要なものっていうのは、買い取りしてお客様が買い取りしてほしい工具と、あと買い取りの時にどうしても身分証明書っていうものが必要になるので、運転免許証と持ってきていただければと思います。いらっしゃいませ。あ、どうも、工具の査定をしていただきたいんですけども。あ、はい、かしこまりました。はい、そしたら、動作確認後に、はい、査定いたしますので少々お時間いただきますけれども、よろしいでしょうか。あ、わかりました、お願いします。はい、お預かりいたします。お待たせしております。査定終わりましたので、こちら今回かなり状態がよろしいもので、人気な商品になりますので、2万円でいかがでしょうか。あ、じゃあお願いします。あ、ありがとうございます。それでは必要事項を記入していただく必要がありますので、こちらの記入をお願いいたします。では今回ご記入していただく書類がこちらになりますので、フットワーク内ですね、お名前、生年月日、ご住所、ご連絡先、ご職業、まずフットワーク内ご記入をお願いいたします。お客様、ちなみに今日は初めてご来店。あ、はい、今日初めて、はい、ご覧、ありがとうございます。例えばインターネットとかで検索されて。そうですね、ホームページから来ました。あ、ありがとうございます。よろしければこの後店内いただいて、はい、ご覧いただいて。あ、ありがとうございます。はい、お願いします。すみません、じゃあですね、身分証明書のご提示が必要になるので、運転免許証などありましたらご提示いただけますでしょうか。お願いします。ありがとうございます。じゃあちょっとこちらの番号を控えさせていただきますので、はい、はい、少々お待ちください。
5、6、7。すみません、ありがとうございました。それでは最後にですね、こちらの下の4つ項目がありまして、こちらをさらっとちょっと読んでいただいてチェックを入れていただきたら、いただきたいです。で、あと今日の合計金額の2万円とご了承サインというご本人様のお名前を書いていただいて、今日の日付ですねもご記入ください。ありがとうございます。で、右詰めで2万円です。はい、ありがとうございます。お名前と、今日の日付ですね。令和元年5月の29日。はい、ありがとうございます。ご記入どうもありがとうございました。それでは本日のお会計2万円になります。1と2、2万円ですね。すいません、本日はどうもありがとうございました。またどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。動画をご視聴いただき誠にありがとうございます。楽しく有益な動画をアップしていきますので、チャンネル登録といいねボタンをお願いいたします。動画の感想やリクエストもどしどしコメントください。概要欄に通録ホームページのリンクを記載しておりますので、直接のご来店もぜひお待ちしております。よろしくお願いいたします。